も私に投票してください。当選したら盛大なパーティーを開きます。ケーキとアイスクリームは食べ放題よ。投票してくれた人だけ招待します。終わり。エルマどうしたの？なんでもないんです。転んだだけです。誰かがあなたを転ばしたんじゃないの？あ、言えません。じゃあ家へ帰って着替えてらっしゃい。それから演説をなさい。投票は午後にします。僕もういいんです。選挙に出るのやめにします。父さんもやめろって言うから。それに指名は冗談だったんだ。僕はノロマのエルマだし。静かに。笑ってもいいよ。僕はみんなみたいに頭良くない。だから休長になっても何していいかわからない。ただいいか悪いかってことはわかるんだ。例えば大きな子が小さい子をいじめるのは良くないと思う。人が傷つくのを面白がるなんて悪いことだ。人に物をやって票を集めるのも正しくないと思うよ。金持ちばかりが得をすることになるもの。人を笑い物にするのも悪いよ。わざと泥の中に突き飛ばすなんていけないよ。これ、母さんが作ってくれたんだ。僕を愛してるからなんだ。みんなくだらないって言うかもしれない。でも愛情って大事だと思うな。もっとみんな人への思いやりを持たなくっちゃ。僕、急長になった人に頼みたいんだ。小さい子を守って、弱虫な子を励まして、楽しい学校を作って。学校は楽しいなってみんなが思えたらどんなにいいかな。ありがとう、エルマ。あなたのスピーチはもう済んだはずだけど。私決心しました。休長候補を辞退します。誰も私に投票しないでください。休長にふさわしいのはエルマ・ドブキン氏です。ないって言ったけど出るべきだわ。休長の務めを本当にしているのはあなたですもの。父さんもきっと分かってくれるわ。候補をやめないで、お願いエルマ。では投票に移ります。